ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、最近は暑くなる日も増えてきたと思わない？夏がやってきた証拠だな。海、バーベキュー、花火、お祭り。楽しいイベントが目白押しよね。今年も熱中症に注意しながら思いっきり楽しもうな。熱中症対策ならご心配無用。しっかりと水分補給ができて力のつく食べ方を探し出しておいたわよ。そんな一石二鳥になる方法なんて本当にあるのか？たっぷりの油で揚げた天ぷらを、氷でキンキンに冷やされた水で流し込むだけよ。天ぷらの油でもったりした口の中を氷水ですっきりさせれば、いくらでも食べられると思わない？天ぷらと氷水なんて食べ合わせの悪い代表例じゃないか。あら、そうだったの？油で揚げた天ぷらは体を温める作用があるんだぜ。それを体が冷える氷水と一緒に食べれば、間違いなく胃腸に負担をかけるだろうな。じゃあ、スイカとうなぎ。それもアウトだぜ。よしわかった、今回は危険すぎる食べ合わせについて解説をしていくから、自分の身を守るためにもしっかりと勉強をしてくれ。しっかり聞かせてもらいます。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは軽くジャブ程度のものを紹介しよう。誰もが一度は食べ合わせたことがある、トマトとキュウリだ。サラダ界では誰もが認めるベストカップル。二つとも野菜なのに食べ合わせが悪いとかあるのね。実はこの二つには相殺効果というものがあるんだ。あまり聞き慣れない言葉ね。簡単に説明すると、二つ以上の物質を混ぜた時にそれぞれの効果が小さくなる現象のことだぜ。なるほど。今回の組み合わせで言うと、キュウリに含まれているアスコルビナーゼという酵素が、トマトに含まれるビタミン C を酸化させ、体に摂取しづらくさせるということだぜ。ビタミン C って美容に気をつけている全人類にとって重要な成分じゃない。体やお肌のことを考えて一生懸命食べていたのに、実は吸収されていなかったなんて咀嚼損じゃない。噛むという行為はいいことだから損にはならないと思うけどな。それでもよ。そんな霊夢に一つアドバイスを授けよう。アスコルビナーゼはお酢を加えたり加熱したりすることでその働きを抑えることができるから、マヨネーズやドレッシングなどをかけて食べると、ビタミン C もしっかりと摂取することができるぞ。ダイエットのことを考えてドレッシング類を使っていなかったけど、何かをかけて食べるのって実は理にかなっていたのね。これは余談なんだが、キュウリやトマトに限らず、夏野菜は体を冷やす食材でもあるから胃腸が弱い人は食べ過ぎないようにな。さて、場が温まってきたな。次からは最悪ゴートゥーヘブンしてしまう食べ合わせについて紹介していくぞ。心して聞かせてもらうわ。まずは定食を頼むとよく見かけるサンマと漬物の組み合わせだ。え？その二つもダメだったの？実は、焼いたサンマには、ジメチルアミンというタンパク質が変化した物質が多く含まれているんだ。そして漬物には、発酵途中に亜硝酸塩という成分が野菜から出るんだが、この二つが結びつくことで発がん性物質であるニトロソアミンが発生して、体に悪影響を及ぼす恐れがあるとされているんだぜ。聞き慣れない横文字がたくさん出てきたけど、要するに、体が病気になる確率が高くなるという認識でいいかしら？それで大丈夫だ。ちなみにサンマに限らず、他の焼き魚でも同様のことが起こる恐れがあるから注意してくれ。魚定食を食べるときは漬物は食べない方がいいみたいね。食べないという選択をする必要はないぜ。と言いますと？焼き魚にはレモンやすだちが備え付けられていることが多いだろ？それを絞って食べると、発がん性物質の発生が抑えられることがわかっているんだ。ただの飾りじゃなくて意味があったのね。ここでおまけ情報だぜ。昔から焦げは体に悪いから食べたらダメと言われて育った人も多いと思う。私もお母さんに言われたことがあるわ。実際に焦げからは数種類の発がん物質が見つかってはいるものの、含まれている量が非常に少ない上に、毎日体重の4倍以上の焦げを摂取しなければ癌になる可能性は低いと言われているんだ。どんなに焦げのカリカリ感が好きだからってさすがにその量は食べられないわよね。おまけにレモンやすだち同様、よく付け合わせになる大根おろしを一緒に食べることによって、発がん性物質の発生を防ぐだけじゃなく、胃腸の働きも助けてくれるから、今まで付け合わせをスルーしてきた人は意識して食べるようにしてもいいかもな。レモン、すだち、大根おろし、次見かけたら大切に食べさせてもらうわ。続いては、バターとソーセージだぜ。絶対に美味しい組み合わせじゃない。何がダメなの？
ソーセージには発色剤として亜硝酸ナトリウムというものが使われているんだが、この成分と、バターに酸化防止剤として使われているジブチルヒドロキシトル塩という成分が結びつくことにより、発がん性物質が発生する恐れがあるんだぜ。ソーセージがダメならハムやベーコンで代用するしかなさそうね。なんだかマリーアントワネットみたいなことを言っているが、実はその組み合わせもよろしくないんだぜ。というのも、発色剤の一つである亜硝酸ナトリウムはほとんどの加工品に使われており、獣肉特有の肉臭さを取ったり、熟成による風味を作り出したり、食中毒菌であるボツリヌス菌の増殖を抑えるのに必要不可欠な成分なんだぜ。となると、私たちは今すぐに加工品とバターの組み合わせを中止するしかなさそうね。そこまで振り切らなくても、なるべく発色剤が使われていないソーセージやハムを選べばいいんだぜ。例えば無塩石ってやつだな。健康系の話になると必ず話題に出てくるのが無添加って言葉だけど、それと何が違うの？まず塩石とは、塩や発色剤などの調味料を溶かした液に素材を浸して、肉に調味料を馴染ませることなんだが、その工程を行わないのが無塩石なんだぜ。それと違って、発色剤をはじめとした食品添加物を一切使用しないのが無添加となるんだぜ。だから無添加表示があれば無塩石なんだが、反対に無塩石表示だからといって無添加とは言えないんだ。ということは、ひとまず無添加または無塩石表示のものを選べば大丈夫そうね。その認識で十分だぜ。ただし発色剤が使用されていないものは、見た目の色の鮮やかさはもちろんのこと、風味の素朴さや保存期間が短くなっているから、それぞれのメリット、デメリットを踏まえた上で好みの商品を探してみてほしいぜ。続いては、アルコールと銀杏だぜ。銀杏といえば、秋になったら黄色の葉っぱで色づくイチョウの木の実よね。独特なあの匂いがたまらないって人も多いはず。お酒のおつまみでよく食べるという人も多いだろうな。そんな銀杏なんだが、美味しいからと食べすぎると胃腸中毒を引き起こして、呼吸困難や痙攣が出る恐れがあるだけではなく、最悪の場合、ゴープーヘブンなんて可能性もあるんだぜ。コロコロして可愛い見た目なのに怖いわね。特にアルコールのおつまみに出されると、銀杏の持つ美味しさに次々と手が出てしまうから要注意なんだぜ。アルコールとの食べ合わせが悪いというよりかは、食が進みすぎて危険だってことなのね。過去に実際にあった事例によると、子供だと7から150粒、成人であれば40から300粒程度食べた人が中毒症状を起こした後、ゴープーヘブンしたことが報告されているんだ。銀杏を300粒も食べられる人がいたことに驚きだわ。ちなみに何個までなら食べて安全なの？子供は1日5個以内、大人は10個程度にしておくのが無難だろうな。以前、居酒屋メニューで銀杏の塩入りを注文したことがあったんだけど、あの塩加減と銀杏の味が絶妙にマッチして手が止まらないのよねー。ナッツ感覚で食べれちゃうよな。そうなのよ。でもそんな危険性を持っている銀杏を普通にメニューに入れているお店って多いじゃない？特にアルコールを提供しているお店には大々的にアピールしているところもあるわよね。それには銀杏が持つ成分が関係しているんだ。というのも、銀杏は栄養価が高い食材としても有名で、カロテン、ビタミン C、ビタミン A、ナイアシンなどを含んでいることがわかっているんだ。その中でもナイアシンは二日酔い防止に効果があり、アルコールとナイアシンを含んでいる銀杏を一緒に摂取することは理にかなっているとも言えるんだぜ。二日酔いにならない程度のアルコール量にとどめればいいだけの話じゃ。それは言っちゃダメだぜ。ちなみに、もし銀杏中毒が出てしまったら絶対に吐いたり吐かせたりせずに、すぐに病院に行くことをおすすめするぜ。次の危険すぎる食べ合わせは、スイカとビールだぜ。ビールを飲んでスイカを食べて花火を見る、夏といえばの情景ね。そんな夏の代名詞の一つでもあるスイカには、ジューシーで水分たっぷりというイメージがあるだろ？確かにその通りなんだが、合わせて利尿作用にも優れているんだぜ。利尿作用ってトイレが近くなるやつね。おまけにビールにも利尿作用があるから、この二つを組み合わせると、スイカを食べたことによりトイレへ、トイレで出した分の水分を補うためにビールを飲む。ところがどっこい、ビールの利尿作用でトイレの回数が増える。そんなことを繰り返しているうちに体内の水分が少なくなり、脱水症状、急性アルコール中毒になってしまう、という恐れがあるんだぜ。水分補給のために一生懸命飲んだり食べたりしていたつもりが、逆にどんどん排出させてしまっていたのね。そういうことだぜ。そうならないためにも、
利尿作用がある者同士を一緒に摂取するときは、利尿作用がないものでこまめに水分補給をしような。ビールでしょ。スイカもでしょ。夏っぽいものの中で他にどんなものに利尿作用があるの？シソの葉、トウモロコシ、枝豆、麦茶なんかも利尿作用があるぜ。麦茶も？と言ってもその効果は小さいから、麦茶に関しては汗を大量にかく夏でも安心して飲んでいいぜ。それなら安心ね。ということで、これらを食べたり飲んだりするときには、しっかりとお水も飲むことを忘れずにな。ちなみにスイカにはカリウム、リコピンなどの成分が豊富で、肝臓病予防や熱中症予防、夏バテ防止にもなる優れた食べ物だから、適度な量を進んで食べるようにしたいな。何事も適量が大切ってことね。最後に紹介するのは、今や YouTuber などの動画作成者には身近な、メントスと炭酸飲料の組み合わせだぜ。メントスをコーラの中に入れるととんでもない量が吹き出るってやつね。そう、その名もメントスガイザーだ。あの現象に名前があったんだ。どうやらメントス社が名付けたみたいだぞ。そんなメントスと炭酸飲料だが、この二つは誰でも簡単に手に入れられるし、見た目も派手で、誰もがやってみたくなるところなんだが、実はこの二つは非常に危険な組み合わせとなっていて、最悪の場合命に関わることもあるんだぜ。なかなか物騒な組み合わせだったのね。まず、どうしてメントスを入れるとあんなに泡が吹き出るのかを理解しておこう。メントスの表面には目には見えないたくさんの穴が開いているんだが、その穴に炭酸飲料の二酸化炭素が集まって泡が一気に発生するだけではなく、メントスに使われている成分も関係してあそこまで泡が吹き出るんだぜ。ということは、メントスじゃなくても表面にたくさん穴が開いたものであれば同じ反応が起こせるってこと？勢いは負けるが、軽石や炭でも反応が起きるとわかっているぜ。ぜひとも子供と一緒に実験してみたいわね。なんとも楽しそうな実験になりそうだな。だけどな、一つ注意があるぜ。なんでしょう？絶対に体内で実験をしてはいけない、ということだぜ。例えば、コーラを一気飲みした後にメントスを噛み砕かないで丸ごと飲み込む。なんてことをしたら体内であの吹き出しが発生し、胃の粘膜が傷ついたり破裂する危険性があるんだぜ。破裂って、そんなまさか。外国ではコーラを飲んだ後にメントスを食べた人が、直後に口と鼻から尋常じゃない量のコーラを吹き出し、病院送りになった事例もあるんだぜ。ええー。メントスと炭酸飲料の組み合わせには要注意ね。ちなみに、メントスだけではなくラムネ菓子でも同様なことが起こるから、小さい子は特に注意だぜ。ラムネも？今度からはこれでも買ってくらい噛み砕いて食べるようにしよう。賢明な判断だな。今回は危険すぎる食べ合わせについて解説をしたが、少しは参考になったか？なったどころか、何かを食べる前に食べ合わせが悪くないかどうか調べちゃいそうよ。そこまで神経質にならなくても、適度な量を、しっかり咀嚼して食べればいいだけの話なんだぜ。それに、昔から言われている食べ合わせの中には現代の研究で立証されているものもあるから、先人の知恵を勉強してみるのもいいかもな。それもそうね。ということで、今年の夏はおじいちゃんおばあちゃんの家でバーベキューを楽しみつつ、昔からの知恵を聞いてこようと思うわ。あれ？私と花火大会に一緒に行く約束は？お冷やを飲みながら天ぷらを食べましょ。その後居酒屋で飲んで締めにスイカなんてどう？お詫びに全部おごっちゃう。それ全部ダメなやつ。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。